ニューシス、グローバルスーパーグループ防弾少年団のメンバーでポップスターのユング・クークが、英国オフィシャルメインチャートで、長期政権を維持している。写真、防弾少年団ユング・クーク、ファンをときめかせるビジュアル、荒々しいファッションスタイル19日、現地時間にオフィシャルチャートが明らかにしたところによると、ユング・クークの初ソロアルバム、ゴールデンのリード曲、スタンディング・ネクスト・トゥー・ユー・スニティーは、 今週のオフィシャルシングルトップ100、1月19から25日、で86位だった。先週より順位を10下げはしたが、10週にわたり同チャートにとどまっている。同チャートに最も長くとどまった K-POP ソロ曲のアーティストもまたユング・クークだ。ユング・クークの公式ソロ曲、セブン、は14週間のチャートインを記録した。また、K-POP の看板ガールズグループブラックピンクのメンバー、 ジェニーがカナダの有名シンガーソングライターのザ・ウィークエンド、米国の歌手、俳優リリー・ローズ・メロディ・ーデップと共に歌った HBO シリーズ、ザ・アイドルのオリジナルサウンドトラック、ワン・オブ・ザ・ガールズは今週のオフィシャルシングルトップ100で28位となった。先週より3ランク交代したが、8週に渡り同チャートにとどまっている。さらに、ピンキッズ、ピンクフォンの、ベイビー・シャーク、ベイビー・シャーク、 はオフィシャルシングルトップ100で56位となり、チャートインの期間を計78周に伸ばした。